古代兵器についてちょっと考えてみたいなって思うんですけど、そもそも白星が古代兵器ってなっていうことが分かった時、なんかおかしいなって気がして、白星って別に戦う意思ないじゃないですか。なんか世界を滅ぼしてやろうっていう気もないし、だから古代兵器って名付けた人ちょっとひどいなって思ったんですよ。白星のことを。はい、まるで物のように言ってるんで。はい、それを利用しようとした人たちが名付けたんだと思います。はい、っていうことは古代兵器ってのは実はその3つとも、本来世界を滅ぼしたりするために、 に使おうじじゃないんじゃないかなないいんかっていう、はい、みんなは最初その陸海空の超強力な武器を想像したと思うんですけど、はい、巨大戦艦とかですね、はい、でもそういう単純なものじゃなくて本来はそういうために使われるものじゃないんだけどその使い方次第ではやばいっていうものが3つ神の時代から受け継がれたものとしてある、はい、って考えた時には。 プルトンって実はその,そのものじゃなくて、プルトニウムってよく言うじゃないですか。まあエネルギーですよね。はい。莫大なエネルギーを生み出す技術。はい。そのものをプルトンと呼んでるんじゃないかなと思っていて。エネルギーそのものがプルトンみたいなことははい。エネルギー装置ですかね。そのものが破壊するというよりかは、それで爆弾作ったら吹き飛ばせるみたいな。はい。だからプルトンっていうのは、まさにプルトニウムみたいなものなのかなっていう。で、それは古代都市、巨大な王国とか、 の時代に国を平和に運営していくにはエネルギーが必要だと思うんですね。はい、月ではエネルギー不足で地球に降りてきたと思います。ということはそのエネルギーっていうもの 亡くなくるとと国って滅んでしまうとそのエネルギーを生み出すために必要だったのがプルトンでそれを兵器として使ってしまった結果滅んだのが古代兵器としてのプルトンなのかなっていうエネルギーとして国を豊かにするために使ってたプルトンっていうものを、はいはい、それを武器として使うだからその名付けたやつが兵器と呼んでるだけで、はいはい、本人たちは兵器のつもりもなく使ってたみたいなことね、はい、豊かにするための力で多分白星の力っていうのも 海洋類がいる海ってめちゃくちゃ危険だと思うんですよ。はい、そのすごい危険な海をうまくコントロールする力でもあると思っていて、はい、なので、ある意味平和的な力でもあるかなと。はい、白星がいないと、その海っていうのはすごい危険で、たくさんの犠牲者を生むところを白星が制御すると。気候変動をコントロールする力が裏、まあ、か波説もあるじゃないですか、ね。波説もありますね、はい、なので、そういう天候をコントロールしないと、国って大変なことになるみたいな。でそれを維持するために の力だけど暴走させせるるとと滅ぼせるという感じですねそうですね天空神ウラノス神話上では天空を司る神様みたいなところもあるんできれ、はい綺麗に行くなら確かにそこですよねだから古代兵器っていう名前に惑わされないようにしないと、はい、出てきた時に「えそういうもんなの?」みたいになる気がします、ねはい、というなればその「悪魔の実」っていうのも「悪魔の子」とかっていうのも全部政府側が名付けた名称なんで、はい、それの流れで「古代兵器」っていうのも 彼らにととっってては平気だけどっていうことなんですト、まあ、ーネグリフっていうのは、まあ、そういうのを記したものだと思うんですけど、はいまあ、モデルがこの前爆破されたアメリカのジョージアガイドストーンすごい巨大な石板が4つ並んでて、はい、その中心に柱があってその上に家の屋根みたいにもう1枚石板がボンって乗ってるオブジェ。はい があるんですねその石にはなんかいろんなメッセージが刻まれてるんですけど、はい、あ,あれの可能性があるなとモチーフにしているものが、えー、でまさにあのロードポーネグリフって4つの中心じゃないですか、そうですねジョージアガイドストーンも4枚のメッセージが書いてある石板みたいなもんなんで、それをモチーフにしてる可能性もあるかな って思いますねそれって「ワンピースが始まる前にはもうあったんですか、はい、ありました1980年とかそのぐらいかなって思いますね。うわでもワンピース多分小田先生が描き始めたのが1989年とかそのぐらいなんで。うん ううわマジでありえそうな感じがすするっすね悪魔の実ってやっぱおかしくていろんな実の種類がありますよねオペオペの実とか白白の実とかあれ誰かが考えたものだとしか思えないんですよ自然なわけじゃないと思っていてはいで人々の実モデルニカもそうですよねモデルニカってことはいつから悪魔の実あんのって話にもなってくるし、はい、ニカをモデルにその能力を引き継ぐ果実ってどういう意味なのかなとかありえない能力が 山ほどありますよねホールケーキアイランドぐらいからすごい出てきてる気がするんですたいなであと俺が一番これ人の手加わってなきゃおかしいだろうと思ったのがキングのテラノドンの能力とか佐々木のトリケラトプスの能力、はいはい、クイーンのブラキオサウルスの能力っていうのがもう、うん、恐竜って昔からこうなんだってプロペラみたいになって飛んでたりゴムみたいに伸びたり、はい、胴体だけスポンって抜けたり恐竜はそうじゃねえ、はい、ですけど、はい、誰かの想像力みたいなのが、えー、込められてるな。はい、人の手が絶対に加わって ってるなっって確信思ったのは俺その辺かあったですけど、はい、なのでそうなってくると神の次元の話にやっぱなってくるかなと思っていて「宝珠アダム」と「幼女イブ」あれもちょっと謎じゃないですかそうですね意味深に描かれてるけど、はい、まだ謎は多いままのあそこに悪魔の実が宿る説があったりも、はい、ありますありますでやっぱり果実っていうのは木になるからこそ果実だと思うんでで考えると、まあ、悪魔の実はその、まあ、どっちかに宿んのかなとその悪魔の実の の能力そして悪魔と呼ばれている理由を考えるとミ、はい、カが関わってるのかなとミカは想像力を具現化するって考えるとまさにミカの墓あの神社にある御神木ってありますよね、はい、木なんだけど神様が宿ってる木が宝珠、はい、アダムなのかな木に関する描写はかなりこれまでも身寄り木とか空島でも魂が宿るとかっていうのはかなり印象的な暗示はありますけどね、はい、これが悪魔の実に繋がっていくんじゃないかっていうところです、はい、で様々な悪魔の実があると それはどういうことかって考えたときに、最初、悪魔の実がなる木になった実は、何の実でもなくて、誰かがそのイメージ、想像力を持って、それを食べると、そういう体になるっていう実だったんじゃないか。なので、最初に誰かが自分の体が雷になる能力が欲しいとか、ノロノロビームが出したいと思ったやつは、ノロノロビームが出せるようになるしっていうことです。っていう、そのイマジネーションが、その実になるんじゃないかな。で、一度そのな、作った実っていうのは、一回できると、それはまた永続的 にな,るとなので、悪魔の実っていうのは、もしかしたら、何個かっていうのが決まってるのかもしれなくて、全部で何個かで、真っ白な紙みたいな状態、誰かが描いたイメージが反映される。ただし、1個だけ、ニカの、その、意志が宿ったものが、ゴムゴムの実、はい、人人の実、モデルニカだから、あの実が特殊なんじゃないかっていう、はい。はい。人人の実、モデルニカだけが今特殊っていうお話ししたんですけど、まだ他にも、神様の悪魔の実ってあると思いますか、はい、他の人人の実、モデルなんとかとかっていう。 黒ひげが食べてるのかとか、まあ。戦国はもうちょっと神に近いことがあるみたいなあ、ね。戦国のは確かにもうすでに神様なんですけどね。はい、あるし仏ですから。まあその人のイメージ、想像の中にあるものだったらぜ何でも可能だった可能性ありますよね。はいはい。じゃないと悪魔の実は説明できないかなって。原初の木に何カが関わってくるっていう最初の悪魔の実に、はい、ダムとイブとかまあ旧約聖書ですもんね。言うなれば。 ワンンピーースのの女性キャラででで一番好きなははは誰すすかか王道とマニアックバージョン言っていいですかはい、はいちょっとマニアックバージョンから言うと、はい、4校の手配書が公開された話で海軍の兵隊たちが集まってあそこにも赤犬が来たりガープがいてそのロックスの伝説とかゴッドバレー事件について話してたじゃないですか、はい、その時海兵がいっぱい並んでてビッグマムの手配書の時にその下にあそこにいたのって結構偉い上層部だと思うんですけど、はい、その上層部の中にすごい。 すごい美人の女の人がいるんですよ。え、どうですか。あのビッ,ビッグマムの懸賞金の下ですね。<laughs> めっちゃ、めっちゃいいっすよ名前も、名前もないような人ですかあれ、誰っすっかね調べたら名前あんのかもしれないんですけど。いや、ちょっと見てえな。え、何巻だ ?96 巻かな美人で、リンとしてていいんですよね。<laughs> リンとしてていいっすね。いや、見たら、ああ、わかるって思うと思あマジで。すかチ先生も。はい。ああ、この、ああ、この人か。ちょっと汗かいてる。このビッグマムの検証金聞いて。この子っすよね。なんかちょっと、ビビにもちょっと似てる雰囲気の。これっすね。ああ<ー> <laughs> <laughs> うわー急に質問したのにこんないいとこ出してくれるんですね <laughs> 何の準備もしてなかったはずなのになんかいいっすねあんまりいないタイプでひなよりもなんかもうちょっと優しそうなんですよね,そうっすね

た、多分女の人ってめっちゃっいいっ、ああ、うわ、かっこいいですね。確かに正義ってなってるのが、うん、あ、確かにかおってるわ。で、このスーツもなんかいいっすね。このストライプの。はい、のいいんですよ。スト,ストライプのス、俺もスーツ好きなんですよね。俺。え、王道は誰なんですか。今マニアック。王道はビビですね。ああ、じゃ、じゃ、ちょっと似てるもんな。やっぱり優しさがあって、うん、強さがあってみたいな。はい。優しさと強さ。はい。まあ、なんか、ビビって、まあ。 ちょっと、なんか、おてんばなところがあるじゃないですか。あり,すあります、あります。あと、無茶しちゃう感じ。ブロックワークスに潜入してとか、そんなこと普通しないだろっていうことやっちゃう感じが。そうね。王女のくせにめちゃめちゃアクティブに頑張ってますからね。はいはい、あと、カルーを可愛がってる感じです、ね。カルーを可愛がってる。だいぶ真剣に答えてくれるんだ、これ。